白山古墳、または、河瀬白山古墳は、神奈川県川崎市幸区南河瀬に存在した、川崎市内最大級の前方公園墳、加瀬大古墳群に含まれる。1、白山古墳後に、墳丘規模復元モニュメント、白山古墳は、多摩川と鶴見川に挟まれた、河瀬山と呼ばれる、標高約33メートルの大地の東端に、作られた。 全長87メートル、公園部計42メートル、道光10メートル、前方部幅37メートル、道光5メートルを測る。1937年、慶応義塾大学によって発掘が行われた。埴輪は出土していない。埋葬施設として、前方部に1基の粘土核、公園部に1基の木炭核と2基の粘土核が見出された。築造時期は4世紀後半。 その後、開発による土砂採掘のために作兵され、墳糾は消滅、跡地は矢淵になっている。夢見が先動物公園内に、石柱を並べて、墳糾の規模を再現した場所がある。白山古墳に続いて、約750メートル西側の八上川対岸に、白山古墳とほぼ同じ大きさの観音小古墳が作られる。観音小古墳も白山古墳と同じく、 開発のために作兵されて現存しない。公園部の木炭角から、三角園新珠鏡一、小型内向下門鏡一、東身三、献身六、釜三一、鉄属二十八、東水一、鉄布刀五、前方部の粘土角から、串破分鏡一、下玉一、小玉四、前方部北の粘土角から、周文鏡一、入分鏡一、曲玉一、下玉六、 小玉67、前方部南の粘土角から、下玉2、丸玉1、小玉10が出土するなど、副葬品は豊富であった。木炭角から出土した三角円新住居は、椿大塚山古墳で出土したものと同反響であり、白山古墳の被装者と機内との結びつきが想定される。秋草文壺、慶應義塾大学所蔵、東京国立博物館にて展示。 1942年4月、加瀬山南橋の道路拡張工事に際して、白山古墳の公園部下方から、粘土の土台に瓦石を敷き詰めた上に仮想人骨の詰まった骨壺が置かれた遺構が発見された。骨壺は、愛知県厚見洋産で、平安時代末期の作と推定される。高さ 42cm、後傾1 6トル、胴部径2 9トル。 底部計14センチメートルで、気計は、銅の上部が最も膨らんで、そこへ向かってすぼまり、やや外反した口を備えた、優雅な様態を示す。壺表面には、すすきうり、柳など、秋草やトンボの文様が大胆かつ情景豊かに、釘彫りで表され、黄緑がかった自然釉が肩か,から、銅の上部へ流れることで、より壺の美しさが引き立っている。 当時、日本当時が、それまでの中国当時の強い影響から脱して新たな展開を見せたことを象徴する作品とされ、秋草文壺の名で、1949年2月18日には、国宝保存法に基づく国宝に、ついで1953年3月31日には、文化財保護法に基づく国宝に指定された。なお、 壺に収められていた骨は取り出され、改めて供養を埋葬された。発掘調査した関係から、慶応義塾大学が壺を所蔵しているが、東京国立博物館に帰宅の上、展示公開されている。ありがとうございます。